妙見口駅は、大阪府と野郡と野町吉川にある、野瀬電鉄妙見線の駅。駅番号は、NS14? 妙見線の終着駅にして、大阪府内で最北端に位置する駅である。駅名の通り妙見山への玄関口であり、野瀬妙見道への参拝客を中心に、妙見の森ケーブルやリフトに乗り継いで山上に向かう、利用客が多い。戦前には、 亀岡駅と東駅を結ぶ、石丹鉄道や、東駅と、妙見工作鉄道、滝谷駅を結ぶ鉄道の計画もあったが、実現していない。開業時は、妙見駅を名乗っていたが、野生妙見道まで距離があることから、現在の妙見口駅に改称された。また、ホームは一面1一線しかなかった。ホーム二面二線の東端式ホームで、 有効庁は各ホームともに4両編成分。改札口などのすべての施設が同一平面上にある。改札口のすぐ外側には、のせ電駅のギャラリーという名の待合室がある。トイレは男女別で多目的タイプも併設されている。ほとんどの列車は1号線から発車する。1号線のみ両側をホームに挟まれており、1号線ホームの 反対側のホームを校舎専用としているが、基本的に使用されていない。二号線の外側には各ホームと同じ長さの留置線があり、保線用車両が留置されていることが多い。駅前に阪急バスが乗り入れており、以下の路線が発着している。停留所名は、妙見口駅。また、2003年までは、京都交通の吉川線も乗り入れていたが、 阪急バスに路線を移管して撤退した。吉川線は、病見口の瀬線に、改変の上、病見の森ケーブル、黒川駅などへの足として存続している。2019年度のある特定日における1日の乗降人員は877人である。各年度の特定日における1日乗降、乗車人員数は、下表の通り、ありがとうございます。